横浜市中各桜木町にある会員制、競輪場外車券売り場である。本校では併設されている、会員制オートレース場外車券売り場のオートレース、横浜についても記述する。サテライト横浜は、会員制のため、利用には、会員登録と入会金1000円及び、年会費2000円、及び入会時の身分証提示と会員証に、掲載する顔写真2枚が必要となる。 会員は9階の一般席に入場できるが、10階には有料指定席もあり、こちらの利用には1席1日2000円が必要となる。投資施設はピオシティのトナントとして入居しており、地下2階よりサテライト専用のエレベーターで入場することになる。なお同じ建物の開花には、同じ会員制の場外価値馬投票権、発売所属ホース横浜も入居しているが、校内は、 完全に分離されている。サテライト横浜は2004年に開設された。開設当時は、花月園競輪場の主催であった、神奈川県競輪組合と施設を所有していた、花月園観光により運営され、2010年の花月園競輪場廃止後も、そのままの体制で継続していたが、2015年の神奈川県競輪組合解散からは、川崎競輪場主催の川崎市と、 小田原ら競輪場主催の小田原市が管理を引き継ぎ、さらに、平塚競輪場主催の平塚市も加わって、サテライト、横浜管理志向者協議会として3主催者による共同管理が行われている。この経緯から登場では、神奈川県内の車検を主に発売しており、その他の場で行われるすべての特別競輪及び、記念競輪や一部の場のファイファイナイター競輪なども、 発売されている。また2017年8月11日より、ミッドナイト経輪の前売り発売も実施されている。2012年11月29日より、場内にインターネット投票コーナーを設置し、ギャンブベッド、またはチャリロトのいずれかを介して、しげかつ式の現金投票が可能になった。オートレース横浜は、 2013年9月9日より、サテライト横浜の構内に併設される形で、会員制オートレース、川口オートレース場を中心として、全国のオートレースの車検が発売される。なおサテライト横浜の会員は、オートレース横浜での車検購入も可能となる。AB 京都府、随契約公表2015年9月まで、株式会社サテライト横浜が運営。 設立から2011年までは、加月園観光が全株式を保有。2011年からは、加月園観光の関連会社である、松尾工務店の子会社が全株式を保有していたが、2015年に、再び加月園観光が全株式を取得。同年10月に九州合併される、函館経輪場事業概要。 平成26年度 15P 函館市経輪事業部ありがとうございます。